はい、シロックマンです。今日は、ニューラブプラスプラスですね。やってみたいと思います。初めてやりますね。ないからな。消せばいいのかな、データ多分消せるんだったら。冬はこたつで昼寝するのが好きかも。データ管理、はい、これか、削除。これ多分ね、これちょっと待って、これ見ることできるんかな。あ、でもどっちもこれあれやな、この前のも持ち主ですね多分ね。あ、でもノーデータってあるな。まあ、やるなら最初からやる方がいいですから。徳永真知代さんか。兵庫県って書いてるな。これ消すのにこんな時間かかんの？かんな。ちょっと今回のね、実況はちょっとなんか無駄な時間が多いな。こういう待ち時間が多いですね、なんか。やっと消えたやん、俺。削除するのこんな時間かかるんや。いやー、なんかすいませんね、皆さんね。ちょっと今回の、動画、ちょっとね、無駄な時間が多くてね、ちょっとつまらない、動画になっちゃってるんで、はい。まあ、舞台室はもうここの部分飛ばしていただいて、本編のとこからね、見ていただければと思いますね。はい。27分もこんな無駄な、ね、ことやってるんで、茶番みたいなね、つまらない動画になってますけど、30分ぐらいのところから見ていただければと思いますね。全部ここの、前半部分はね、飛ばしていただいて、はい。最初の30分はもう茶番だと思っていただいてね。はい、これでスタート。はい、初めから。できるんかな、これ。プラスプラスからの引き継ぎ、ニューラブプラスからの引き継ぎできるの？これ前やってるんですよ、実況プレイで。見つかりませんでしたか？そうか。ん？これで戻るのどうすんの？一つ前にホームボタン押すんか。最高。え、ちょっと待って。
いやー、何やこれ。うわ、マジか。何これ。何？あれ、ちょっと待って。いらないわ。ちょっと待って。何これ。はい。カメラいらないって。いやー本当に最初の前半の30分無駄な動画撮ってるわ。これはちょっとね、動画編集できないからな、しょうがないですね。今僕の、ね、ここ初めからこれ、こっちもないよな多分な。これ初めから最初やっときゃよかったよね。はい、完全に最初からなんで。これは2011年1月19日。あ、これあれか。本体の時計がもうなんていうのか、おかしくなってるとか。そうするために、それでその日付と時間設定を確認してください。合ってないよな、これ。全然合ってないやな。ん？まあでもいいや、ちょっと今そんなことやってる時間ないからな。もうこの、いやもうこの時間でやりましょう。はい。しょうがない。この時間でやりますわ。しょうがないわ。はい。リアルタイムじゃないけどね。はい。これは何？ん？名前か。こうやってね。かけるわけですよね。すごいですよね。あ、ちょっと待って。これで、こうやな。これで、探すってことやね、感情。はい。はい。で、もっと。はい、すごいなぁ。これで探せるってすごいですね。これでいいよね。はい。名前つけましたね。で、名前。あ、名字か。ちょっと待って。ちょっとクリアっていうか削除。これが名字やね。今度は名前ですね。はい。これですね。これが新一だ。違う字になってるやん、おい。なんで？はい、はい、これでいいや。で、誕生日7月、はい、OK、28、はい、A 型。出身地ね、これ長野県。はい。呼ばれ方は白くなんでいいか。であれ、こうになってる。呼ばれ方？
かなでやるんじゃない？あ、かななってんな。なんでこんなんの？いや、これでもじゃあ、カタカナでいいや。これでヤシロックマンでね、ひらがなでね。あ、名字と下の名前の呼ばれ方が2つあんの。あんまいいや、OK で。シロー、あー、呼んでくれる言い方ね。シローでいいや、はい。シロー、あ、そうか。で、今度下の、ちょっと待って。シロー、シンじゃあ、シーやな。シンでいいんちゃうの。シンでいい、はい。ハンドルネーム。何ハンドルネームって。通信を行った時に相手通信される名前。ああ、もうこれはシロックマンにしよっか。ああ、何や、変になってる。シロック、まあ、嫌になってたな、今。うん、はい、これでいいんちゃう。はい。よし、これで OK。ここが永遠の死か。家の都合で引っ越すことになっちゃったけど、今日からこの町で暮らして学校に通うんだな。駅のすぐ近くに公園があるのか。いい町だな。さすがに今の季節、散歩には寒いな。もう行こう。わあ、これから住むことになる部屋は確かこの辺だったはず。そうそう、新しい部屋は、うん、これ選べるのか。これにしよう。あれ？選べないや。あ、これか。はい、あ、そこだな。まず荷物を整理しないと。よし、こんなもんかな。今日からここが俺の部屋だ。俺の部屋に、これ。はい。そうだ、今日は転入の手続きをして学校まで行かないと。そろそろ出た方がいいな。俺は2年から編入だけど、編入試験結構難しかったな。ちゃんとやっていけるといいけど。よし、着いた。私立、なんて読むのこれ。ここは俺が通うことになる学校だ。歴史は古いのに自由な校風が特徴ってところに惹かれたんだよな。これから高校生活も楽しまないとな。転入の手続きはあっさり終わったな。となると次はやっぱり。バイトだな。
駅前に行けば何か募集してるだろう。あったあった、求人広告。ファミレスデキシーズか。高校生かで待遇も良さそうだ。だしここに決めた。早速電話しよう。電話だけですぐ採用されてしまった。そんなんある？う、寒い。初日から遅刻も無視したくないし、急ごう。デキシーズ。俺は今日ここで働くんだな。う、寒い、早いとこに。ん？ん？女の子登場か。お。外掃除なんて罰ゲームみたいなものじゃない。この人ね。すいません、この店の人ですか？あ、はい。入り口はあちらになっています。うん。大人っぽくて綺麗な人だな、じゃなくて。どうしました？いや、俺今日からここでバイトを。ああ、新人さんね。じゃあ、こっちに。うん、ここ店のスタッフルームか。お待たせ。はい。私は姉ヶ崎ねね。うん。同じ高校の3年生なんだけど、知らないよね。はい、最近引っ越してきました。2年の城本慎一です。1年先輩なんですか。うん。どうせもっと年上なんだと思ったでしょう。すごく大人っぽいからつい。敬語をやめるなら。許してあげる。うん。え？だから敬語をやめるの。だって1歳しか違わないのに敬語だなんて。うん。すごく年上扱いされてる感じがしてちょっと嫌なの。なんだね、分かった。じゃあ敬語はなしで。素直なんだ。どうだろう。じゃあ早速新人指導を始めちゃうからね。な、急に。ビジネスはスピードよ。そうか、じゃあいろいろ迷惑かけると思うけどよろしく。うん、こちらこそよろしくね。はい、友達パート。あなたの新しい学生生活が始まりました。友達パートについて確認しますか？一日の初めに今日の行動を予定入力のコマンドで決定してください。コマンドの結果によって彼氏力が増減します。様々な行動を実行して、友達パート、彼氏力はあなたの魅力そのものです。女の子たちがあなたの魅力に惹かれれば、あなたに好かれようと努力してくるでしょう。はい。じゃあ。セーブしとくか、一回。ちょっと手がだるいな、やっぱりね。これ固定すんのかな。ちょっとこれ固定できるやつないかな。ちょっと手がだるいですよね。すいません。
ないな。すいませんね。ダメだな。用意が悪いな。ないもんな。出てくるやつだな。なんかないかな。これにするか。それしかないな。で、これをこう、こうね、こうすれば、こうすれば、はい。ちょっとね、固定できたんで、これでやりたいと思いますね。これだと楽々になると思うんでね。はい。これでやってみたいと。まあ、最初からこれでやればよかったな。それ固定できるんで、はい、固定画面でできますからね。手で支える必要ないですからね。はい、入力します。はい、実行コマンドの入力。はい、選びましょう。取るやつをオートにするか。これ、はい、今日は有意義な時間。ああ、そうか。オートにすると読めなくなんねんな。早すぎて。勉強。出かける、これ勉強でしょうね。外出かな、これ。あ、これバイトや。はい、え、まだ、頑張ってね。はい、デキシーズ、デニーズから来てんのかな。同じバイトの同僚でってことやな。はいはい、今行くからね。ちょっとあれやな、これぼやけてるな。
ネ君、この伝票の処理なんだけどさ。お疲れ様。どう？仕事は？でも入ったばかりにしては頑張ってるよ。他のスタッフはみんなそれなりに長くやってるよ。どうして？あの子たち？彼女たちも仕事は覚えてきたし、基本的には自分だけでこなせるんだけど、少しトラブルが起きたり、わからないことがあると私に聞いてくるの。私だって1年くらい先輩なだけなんだけど。ねえ、なんでだと思う？うん。しっかりしてる感じするもんね。なんかしっかりしてるよね。姉ヶ崎ねねか。あのポニーテールの子がいいですよね。あっちの方がもっと好きなんですけどね。名前忘れましたけど。はい。長靴は何やろうな。これなんかあれやな、絵描いたりしてるってことか。これ研究みたいなやつで、こっちが勉強、これが勉強でしょうね。あ、これクラブ活動かもしれんな。これ何やろうな、ホビー。これ運動でしょう。運動というかあれでしょう。今日は調子がいいな。新しい部活入った方がいい。テニス部ね。テニス部にあの子いるんですよね。あの、ポニーテールの子がね。入部してみるか。早速、顧問に話を聞いてみよう。仕掛けた。あとはこの入部届出すだけだ。女の子にモテるかも。テニス部の鈴木先生ならさっき出てったぞ。テニスコートの方に行ってみたらどうだ。部屋の方に行ってみるか。あ、いたいた、この子や。この子ですね、ポニーテールの。この子が一番ね、ラブプラスのヒロインの中で一番好きですよね。一番好みですよね。はい、何かご用ですか？うわ、綺麗な人だな。マネージャーかな。何か。はい。じゃあ、鈴木先生がおっしゃってた新入部員の方って。ああ、そうか。高根真中やね、名前。選手です。新
しい人が来るまでにお掃除しておきたかったの。今はちょうど終わったところ。どういたしまして。届けは鈴木先生に渡しておけばいい。困った時はお互い様ね。はいはい。ああ、そこね。え？メールってなんかあるんか？送ったり確認できます。留守メールあるんかい？ないやな。なさそうやな。なさそうやな。これなんやろうな。絵描いてるみたいなあれやけど。これもやってないよな、まだな。これなんやろうな。これ外出ってことかな。はい。いろいろやってみましょうか。お、この子いるやん。オス。名前で呼んだ方がいいな。はい。シロウくん。シロウくんだね。あら、そろそろ行かないと。ですね。ポニーテールは真面目だな。確かに。ん？ちょっと反応良くないね。あ、姉ヶ崎ねねや。ねねさんや。シロウくん、先生から頼まれごと。ちょっとそこまで。ううん、大したことじゃないから。うん。でもありがとう。じゃあね。うん。こっちの方が好感度が出てるな。オートにしてるんでね、文字ちょっと読めないんで、皆さんの方でね、読んでいただければと思いますね。それ出入り禁止。ああ、図書室ってことはあのショートカットのあの子が出てくるんちゃうの。あ、この子ね。この子、HKT の48のね、元、児玉遥香みたいな感じですよね。似てるなと思うんですよ、髪型とかね。完全にハルッピーやな、これ。児玉遥香にそっくりですね。小早川凛子。そうそう、感じ悪いんですよね、この子ね。じゃあ、冬の一斉初夏整理。マジで
これ、ずっとやってたの？うん。一個質問。いいにやめたいなら、先生に伝えとくけど。冬の一斉初夏生理とか、嘘だから。そんなのないから、じゃ。うん。なんか騙された感じやな。うん。お、誰か。お。お、かわいい。オス。高根、よしチョップだ。よしチョップだなんてね、慣れ慣れすぎるよな。オッスにするかな、オッスにするか。かわいいなぁ。シロウくん。私は、うちに帰るところ。まだちょっとね、好感度はあんまり良くないからな。こっちの方がまだ好感度いい感じやもんな。うん。これ音楽聴くってことやな、多分な。これ絵描くやろな。これ部活動っぽいな、これは。あ、これデートか？多分出かけるってことちゃうな、これ。姉ヶ崎ねねと。このマークが。はい。外出か。あ、これは、そっか、クラブ活動のあれ。試合練習？高根の試合だ。決まってんだろ。高根の圧勝だよ。女子部の一番手だぞ。おまけにあのディショジョキャラで成績も常にトップクラスで、家が医者のお嬢様なんだよな。モテるっていうか、あまりにも住む世界が違うだろう。それにちょっとほらな、なんか硬いだろ高根って。言葉遣いとかさ、近寄らないでってオーラが出てるみたいな。うん、確かにね。ゲームセット。カウント3-0。マッチボンバイ、高根。どうしてもこのレーザーみたいなのが出るのが邪魔やな。シロウくん。お。関西ダウン。研究のあれかな。
お出かけ。これこの子やんな、図書館の子やんな。バイト全然行ってないんちゃうの。バイト行っとくか、バイト行った方がいいな。これな。勉強もしとくか、はい。お、この子によく会うね。厳しいね、高根さんの評価は。お、わかった。あ、音楽変わった。おしゃれして、運動して、バイトして、ホビーってなんやろな、これ趣味か、趣味っぽいな。おもちゃのことホビーってよく言うけど、お、上がった、魅力上がった。感性がゼロ、落ちた。はい、うん、調子いいぞって書いてあるな。感性上がった。はい、上がってきたね。はい、研究しといて、これクラブ活動っぽいねんけどな。外出、この子とも会っとくか、たまには。確かに髪型が似て、似すぎやな。あのさ、そこでぼーっとしてられると気が散るんだけど。小学生の課題図書、町の児童図書館に。できないね。つうか私は本読んでれば楽しいし。
お、ねねさん来た。久しぶりですね。はい。シロ君。みなごち、みなごちゆうこさんの声いいな、ほんまに。じゃあね。やわらとかね、ドラゴンボールのビーデルのね、声やってた声優さんですよね。女性声優で一番好きかもしれないですね、みなごちゆうこさんね。声ではね。見た目では僕は、椎名ヘキルさんが一番好きですけどね。見た目の好みで言えばね。椎名ヘキルさんとか、堀江優衣とかね。好きなんですけども、声優さんの女性の声優ではね。勉強して、クラブ活動っぽいねんけどな、これな。バイト。研究は？研究ないのか、ここは。おしゃれしとくか。はい。あ、ねねさんの好感度がアップした。はい、クラブ活動。バイト。はい。シロ君。ああ、それはね。しまして、少しずつ覚えていってね。ああ。セーブしとくか。あ、間違えた。終わらんでええのにな。間違えた。これ10年前なんですね。2014年って。絵にするか。絵と研究で。これ何やったっけ？これ何やったっけな。まあいいや。で、これと運動しときましょうかな。あ、そうか。オートに一応しといた方がスムーズに進むんでね、一回一回こうやってタッチするよりは。ああ、この子か。この
構コストチョップ、あの慣れてないもんな、怒るかなチョップなんかしたらな。いやでいいか。何ちいち私の態度が悪いだとか思い切るよ。図書室来たら黙って本借りて黙って帰れっつうの。何体が軽いな。まあね、同じことの繰り返しですけどね。話できるってことは少し好感度が上がってきてるってことか。お、またいる。一緒に帰ろうと誘う。うん。シロ君。一緒にか。今日は遠慮しておこうかな。うん。うん。残念。あら。メール来てるんかな。来てないよな。そら来てないわな。
あら。勉強しないかんな。ちょっと知識が、知識というか、感性もあれやな。バイト。これ何やろうな。まあいいや。あ、これ、バイトやね。あ、この子や。あら、どっか行った。行ってもうたよ。うん。白。私が小さいとでも。気をつけろっつうの。また図書館。あ、バイト先や。
高根ちゃんと合わないな。ちょっとセーブしときますか、一回。はい。タイトルに戻りますか、いいえ。久しぶりですね。はい。シロウくん、お疲れ様。こっちはいつも通りかな。だいぶなんかねねさん寄りになってるな。ちゃんと来た。花壇の世話よろしくね。うん、クラブ活動ね。この子か。
シロ。なんで？やだ。うん。まあまあそうなるやろ。そうか、毎日やるんやな。やもんな。違うのを入れたらこれ嫌われるよな、多分な。じゃあな、これな、この会話は変わらないですね。お、高根ちゃんや、可愛いな、やっぱりな。めちゃくちゃ可愛いな。シロくん、一緒に。遠慮しておこうかな。ごめんなさい。うん。まだまだよね。まだ一緒に帰った子いないな。ゲームの中でもなかなかモテませんな。
これやっぱりとか。ひっくり返した。交通事故。どうしよう。お客様も動揺してるし、店長は打ち合わせで出かけてるし。私が見込んでるだけあるね。はあ、これで終わりかな。さっきはありがとう。もうどうなるかと思っちゃった。うん。そっか。ごめんね。立派に男性だもんね。さてと。じゃあ、閉店時刻までもうちょっと頑張ろっか。こっちの方が好感度上がってんねんな。高根ちゃんよりな。あ、この子か。うるさい。うん。え、何？ちゅ。うん。うん。そっけないね、相変わらずね。ちょっと待って、すごいやんこれ。高根ちゃんめっちゃあるやん。これデニーズでも高根ちゃんに合うんこれ。これどれ選んでも高根ちゃんやん。これどういうこと、これデートってことかこれ。外行ったら高根ちゃんに会うってことかな、さっきのは。あ、もうこれや。あ、これ帰りや。お前も寄ってくだろ、ウィニングバーガー。部活の後、時々みんなであそこに集まんだよ。女子部も来るぞ。あ、いるね。お先に。帰っちゃうぞ。ああ、彼女はいいんだよ。シロー君、
何？私は遠慮しておこうかな。みんなで楽しんできて。なかなかね、厳しいですね。な、俺らとは住む世界が違うんだよ。行こうぜ。あら、評価低いな。なんか厳しいね、こっちね。これあれかな、これな、バイト先でも会うんかい。厳しいな。おー、いった。そんな心配ぶらなくてもさ、リンコはリンコでやってるから。じゃあ、うるさいな。怒ってるな。泣いてんの？誰か泣いてる。ああ、この子か。感性、まあいいか、はい。
らしく。私職員室に近づきたくないから。うん。おアップした。お誰かいるか。あこの子か。シロ、なんでやだ。うん、来たよ初めて。クラスメイトなんか活躍したらしい。なんか活躍したらしいな。その調子でいけば女の子の人気も上がるかもな。そうか。うわ、何やこれ。すげえ選択肢多いやん。もう見つけた。バイトや。はい。シロ君。ううん。急に休みの人が出たからヘルプ。じゃあサポートしてくれると助かるな。付き合おうか。そんな迷惑かけられないよ。本当に付き合ってもらっていいの？ありがとう。じゃあお言葉に甘えるね。
すごいな。二人分あるね。つか、高根ちゃんとのやりとりが全然ないな。シロくん忘れずに来てくれた。ごめんね、面倒なことに付き合わせちゃって。そのおかげで DVD も見られたし、期限内にも返せたし、助かっちゃった。何かお礼を考えなくちゃね。そう？ならいいけど、ありがとう。よし、それでセーブして終わりましょうかね。今日はね、これで、はい、10時になったんでね、終わりますね。ご視聴ありがとうございました。YouTube のチャンネル登録とグッドボタンとニコニコ動画をよろしくお願いします。